なんなの君らマジ。いろんなとこで寝すぎでしょ。のびのびしすぎでしょ。よし、じゃあ向かっていこうじゃないか。へいへい、よいしょ。すげえ、途中からでもちゃんとしがみつけるんやね。風が強いよ。常に風強いよね、なんかね。おじさん、あ、草吉さん、こんばんは。大厄災って、大厄災とは口にするのもおぞましい100年前に起こった惨事の呼び名です。世界の村は焼かれ、それは水も焦げるほど多くの人々が命を奪われました。とは言っても私の生まれる前の話なので年配の方がお詳しいでしょうね。なるほどね。はいはい、さようなら。なんかすげえさっさとされ感がすごいね。はいはい、さようなら。あ、あれはコッコか。あ、これはどんぐりかと思ったけど全然違ったわ。ち、何もいない。お、あれはキツネじゃないか。あー、でも近くにイノシシもおるな。ちょっと待ってね。よいしょ。近くにイノシシがいるから、はい、仕留めた。イエーイ。あ、キツネも仕留めとるやん。イエーイ。お、ちょ待って、私鹿を狙おうとしたの。君には用はなかったんだけど、まあまあまあ。お、上獣肉やん、やった。へえ、鹿の場合は上になるんやね。やったー。なんかさっきから鹿がさ、めっちゃ木にぶつかりまくりよ。あー、なんかあのチャレンジのやつでもさ、1匹しか仕留めれんかった鹿が2匹仕留めれたわい。やっぱあれ爆弾でやった方が良かったんじゃないかな。でも鹿走り回るんよね、一回でもこっちに気づいた途端に。ん、なんかボコブリに寝てね。へい。木のモップなんかで私を仕留めようとするんじゃないよ。畑のフォークが壊れた。しかし君の武器は私が奪った。キース弱いな。あ、待って、それ畑のフォークはさ、ちょっとリーチが長いけんさ、じゃあ振り回すなし。あ、びっくりした、壊れたんかと思った。まだよね。はいはい、これでこれであとはリザルスピアで やらせていただくよ。くそ、うわ、なんかめっちゃ骨まで蘇ってきやがった。よいしょ。はい、畑のフォークもちゃんと。ちょっとそこのキースも早く来いよ。あ、そっか、盾はいっぱいなんか。キースめっちゃ来るし。なに、え、まだいたの。リザルスピア壊れた。全然姿見えんかったんやけど。あそこにもおるやん。なにそれ、クワ。はい、登ってこなくていいっすよ。はい、オッケー。まあこの辺の散らばった武器もいろいろとね。なんかさ、森の中ボコブリン多くない？ねえ、何かとボコブリン寝よるよね。何かと寝よるっていうのもあれやけど。まあいいや、これで魔物素材がいっぱい手に入った。オッケーかな、こんなもん。うん、いっぱい手に入った。あそこにも多分いっぱい落ちとるよね。はいはい。んで、おー、びっくりした、そんなところにも寝てたの。どんだけだよ、お前ら寝すぎだろ。くそ、落ちたよ落ちたよ。あ、絶対これ生きてないわ。ほら、もうなんか桃の素材浮いてるもん。お、あっこの丸の中とか入ったら絶対なんかあると思うんやけど、どうどう思います？違うな、ちょっと畑のフォークの方身につけて、
まあいざという時のためにボココンボもとりあえず持っとくか。あっこのさ高い部分もちょっと気になるよね。あっこからこうあそこに着水すれば何かが起きるんじゃないかな。なんもないかな。とりあえずちょっと渡ってみよう。気になるけん。違う違う。なんもない。なんもない。よいしょ。あ、今ハイラルバス捕まえられたのに。こっちの方多分なんかさ、集落がある気がするよね。あら、キツネ。キツネだったの。こっちの方が多分なんかさ、何かしら集落あったよね。方向的にはこっちの方向か。あそこに何祠があるの。あっこに焚き火があるってことは、あの辺に、なんかおるんかな。なんか人立ってない、気のせいかな。違う。あ、全然人じゃなかった。ん？特に何もおらんな。ドアップでモンスター映ったりしたら嫌な。ん？あれは？ボコブリン寝てるね。ボコブリン寝てるね。方向的に、これが見えとるってこと？果ての塔。とりあえずまあ、進んでいこう。ゴーゴー。全然どこに進んだらいいんかもよく分かってないんやけどさ。ね。何一つ分かってないんやけどさ。出てくんなよ。あ、あんなところに。やっぱり集落の方向や、こっち。やべえ、蜂の巣とかあったし。危険、危険。行く方向的にあっとんかな、これ。なんかこういうとこ通ってこっちに来んかったっけ、私。気のせい？ね、来るときに通ったような気がせんでもないんやけど。なんかその辺から敵が出てきそうだわ。ほら、こういうとこ通らんかったっけ。なんか多分ね、宝石とかいろいろ取りながらこの辺通ってきたよね。なんなの君ら、マジ。なんなの君ら、マジ。いろんなとこで寝すぎでしょ。伸び伸びしすぎでしょ。もういいや、これもらうよ。あーって指さすんじゃないよ、人を。あー、俺の武器ーってなっとったね。いや、表情豊かで素晴らしいよ。何あれ、鳥？鳥が飛び立ったの？なんだ、いたのかよ。ん？あれもボコブリンの集落かな。ん？誰もいないな。ん？私やっつけたとこ、あれもしかして。あっこにもボコブリンネオンか、あれ。ね、矢印がなんかあるけど。さあ、てことで、こっちに行ったらどこに着くんだ？こっちの方向、太い道の方進んでった方がいいんかな。はい。あれだな、畑のクワやったらこう投げ飛ばすことはできるんやけど、若干動きが鈍い。何、誰？何の声？誰？え？え、何？って声聞こえたよ、ちょっとおじさん。生きた心地がしなかったよ。助けてくれてありがとな。ぜひお礼を受け取ってくれ。お、エレキカレーピラフ。電気のしびれに強くなる帯電効果レベル1。ゴロンの香辛、ん？香辛粉の香りが豊かなピラフ。マイルドな辛さで食べやすく仕上げられている。あなたを助けたつもりは、私1ミリもなかったんだけど。まあ、うん、うん。感謝されたみたいだからいいんだけどさ。ここなんか壊せるよね、確実に。はい。お、なにこれ？宝箱やん。へえ、こんなところにあったんや。
琥珀ゲットー。もしかしてこの辺におったポコブリンはあれを守りおったんじゃない？違うかな。あ、これ道沿いに行きよったらさ、なんかあるんじゃない？何があるかは知らんけど。あ、この辺通ってないか。あ、来たことない道かかもしれんね。うんうん。ん、あれは何？ボコブリン？え、何これ。え、怖っ。絶対イガダンじゃないこれ。欲しいの命でしょ。え、焼きサーモン？はい。え、本当にはい？なんだけど。それ、あ、絶対命だ、ほら。はい、来たよー。待って、これさ、あれよね。ちょ、武器をさ、リザルスピアの方に変えとこうか。ははは。てってってって。なんかすげえ股間やってる感じがあるよね。イエイ。ハイラル米、お米取れた。かかりこ村なので好んで食べられる穀物。主に水が豊富な地方で作られている。リゾットやおにぎりといった米料理の材料になる。やった、お米。お米ゲット。首刈り型の絶対いるよね。ボココンボとかいらねえし。あ、間違えた。はぁ、あ。ねえ、さっきのお米さ、なんで取れたの？イエーイ、お金大量。なんかさっきこの辺の、はほら、お米。え、待って、お米より妖精でしょ。妖精、逃げた。この辺お米取れるんやね。言いながらやっぱりお米を取るやつ。頑張りばった。なるほど、さっきのやつが首刈り刀でこの辺の草を刈ったからお米が出てきたんだな。バッタもなんかいろいろ取れるし。ボココンボか。お米、お米。ああ、妖精。妖精、惜しかったなぁ。あっち側になんかおるよね。なんかおるよね。あれ、キツネ？まあいいや、とりあえず、向かおう。どこに向かえばいいんかなこれは。お、なんか人が走ってきよるよ。おーい、どうしたの？なんだ君は。私が考古学者のカリーユだということを知ってて声をかけたんだろうね。全然知らんけど。まさか、古代の祠の研究に石を捧げるこのカリーユを知らない？まあいい機会なので、私の名前だけでも覚えて帰ってくれ。カリーユさんではなくて、できれば、その、カリーユ先生と呼んでくれ。なぜか誰一人としてこの私のことを先生とは呼んでくれない。じゃあ私は古文書の分析で忙しいので、無駄話はこのくらいで。古文書って何？長年に及ぶ調査の成果が、間もなく世紀の大発見として人々を驚かせるのだ。手柄は横取りされたくないんで、研究の内容は身内にさえ教えていないんだ。わかってくれるか？はい、カリーユ先生。先生。今、先生と言ったね。カリーユさんではなくて、カリーユ先生と。それもごく自然にさりげなく心の底から。それはどうかな？うん。よし、いいだろう。気分がいいのでちょっとだけ教えてやるが、誰にも話すんじゃないぞ。軽いな。呪われし石像、闇の光が宿るとき、その眼を貫け。刺せれば封印されし試練は解き放たれる。呪われし石像ってあれじゃない、悪魔の像じゃない、違う。眼を貫く。これが今解読を試みている古文書だ。まあ素人の君に教えたところでどうなるものでもないが満足だろう。昼間は祠蘭調査で、夜は古文書の解析と忙しい身なのでこれにて失礼。呪われし石像。ほこらチャレンジが。なるほどね。あの像じゃないんかなとは思うんやけどさ。なんかこの辺人多くない？ねえ、多いよね。相葉と共に。君に一つ教えといてやろう。馬が好きな食べ物。それは人参だ。知ってるよ。誰もが知ってる情報で申し訳なかった。ちなみに人参はかかりこ村でも買えるぞ。なるほどね。だからなんだとしか思わないけど、まあまあまあ。ん？あれは？集落なんかな？鹿だったわ。集落も何も鹿だったわ。
別に特に何もなくって感じ。集落跡地みたいな感じやけど、とりあえずそっと爆弾を仕掛けて、なんかいろいろ飛び出した。お、いいねいいね。あー、この木の矢とか助かる助かる。リンゴが飛び散っとる。ちゃんと拾っとかんとね。ほら、なんか木の矢とかいっぱいあるってことは、多分その辺にボコブリンがいたんじゃないだろうか。ん？あの小屋は何？ねえ、なんか山小屋発見した。ほらほら。お邪魔します。お、なんか、古びた本が置かれている。読んでみますか。これさっきのおじさんのやつやん。あ、なるほどね。おじさんのところこれ。あ、寝れるよ。寝れるよ。朝までちょっと寝かしてもらおう、勝手に。イエーイ、体力回復。おじさんおったりせんよね。うわー、おった、怖っ。いや、多分こっちの方が怖いんやろけど。おそらくあの辺だと思うんだがな。明るくなってきたし、そろそろ調査に出るとしようかな。なるほど。てか、一晩はちゃんと寝かしてくれたのね。ありがとう。あ、カリユー先生もお出かけですか？出てこねえし。まあ、多分今から祠でも探しに行くんだろう。何あれ。なんかすんげえ、果ての砦で。ごく自然に新しい場所に着いたんだけど。この辺なんか、蜂の巣いっぱいあるな。あ、これ。蜂飛んでない。イェーイ。蜂が飛んでないやつを選んで、取っていく。ずるいやつね。これは蜂飛びよった？あ、飛んでないぞ。よし。オッケー、オッケー。あ、こっちにもキノコ。なんか今までさ、いろんなところをよじ登ったりとかしてさ、でもなんか全然何もたどり着けんかったのに、おお、びっくりした、おじさん急に現れたね。お、チーす。軽。俺んのアプリとすってんだ。あんたも果ての砦を見に来たくち？そうそう。まあ、偶然たどり着いたんやけどね。そうだよな。だと思ったぜ。この果ての砦は大厄災から果ての村を守った最後の砦。男なら一度は見ておかないと、だよな。まあ、とりあえずちょっと、私は料理をしようかな。とりあえず焼くだけでも焼いておきたい。獣肉。手に持つ。二つぐらいでいいかな。料理。あ、周り止まるんや、この間。串焼肉。そして。あ、そういえば、蜂蜜とフルーツを煮込めばいいみたいなことを、間違えた。コメント欄で書いてくれてたから、蜂蜜も、これでなんかできる？どうよ、どうよ。頑張り蜂蜜リンゴ。おお、頑張りゲージを回復する効果。完熟リンゴと蜂蜜が絡み合う甘酸っぱくジューシーなスイーツ。めっちゃ甘そう。超絶甘そう。あとは、移動速度を上げる。さっきのリンゴやったよね。バナナやったらまた変わるとかそういうことはあるんかな。ほい、これで。蜂蜜とバナナ絶対美味しい。どう？蜂蜜果実、お、変わった。蜂蜜の濃厚な甘みとフルーツの酸味が口いっぱいに広がるスイーツ。超いいやん。超いいやん。虫と一緒に煮込めば薬に。リザルフォスの爪もなんかいっぱい持っとるけん。虫と一緒に煮込んでみようかな。はい。次に超楽しそうね、料理中。頑張り薬。頑張り薬か。まあ、でも頑張り薬も大事やけんね。あと普通に体力回復系もやっときたいし、上獣肉。は。
石焼肉。この上に登ったらなんかあるとかないんかな。さっきからちょっとここの階段気になっとったんやけど。あ、特に何もなさげね。おお、あの辺なんかガーディアンのやついっぱいあるんやけど、動き出すんかな、あれ。それともただの残骸なんやろうか。じゃなかったら怖いよね、だいぶ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。